だからじっとしているではないぜ。気持ちよく気分よくどっぷり生きよう。今日より明日がマシになるように開けたお前、もう一度この世によみがえれ。お前の気分の持ち方一つでなんとかやっていけるはず。気持ちよく気分よくどっぷり生きよう。今日より明日がマシになるように明日がマシになるように。